フォルツァスタイル。2019年1月9日です。今年もですね、スタイルオーダーサロンのヒントを探りに、イタリアのフィレンツェで開催されているフィッティゴモの展示会にやってきました。いつものことでもう何度となく、この番組にですね、ご登場いただいている、高島屋の急須人バイヤーと一緒に、ちょっとですね、今年のキーワードを探りに今回も行ってみたいと思います。硬くないですか？寒いんですか？大丈夫ですか？硬かったですか？はい、すいません、よろしくお願いします。すいません、今回ボタン工場まで、そうですね、取材に行けるということなんで、今フィレンツェにいますが、はい、ミラノまで移動し、そこから、まあ、ボタン工場とかに行きたいと思うんですが、やはりオーダーではやっぱり素材だけでなく、ボタンを選ぶっていうところも、ボタンも素材ですよね。そうですね、でそこでやっぱり最後のこう味が決まるというか、そこはこうカスタマイズの楽しい部分だと思いますので、確かに、まあ、今までにないようなちょっとこういい味のあるボタンっていうのを、まあ、一緒にちょっと、ですね、ちょっとチョイスして、オリジナルのボタンを作っていければなっていうふうに思ってるんですね。なるほど、わかりました。じゃあ一緒に行きますよ、せーの、ジャンプ。ということで、ミラノから1時間ぐらいで車来たところにあるベルガモですかね。そうですね、ベルガモの、の中の小さなコムーネっていう、まあ、村みたいなところなんです、7000人ぐらいしか住んでないところですが、そこにユービッチというね、あの1970年代から続く、ボタン工場があるということで、早速、スタイルオーダーサロンで使ってるボタンがどういうふうにですね、作られているか、探りに行ってみたいと思います。行きましょうか。はい、Now, in order to get the shape, because you know that buttons have different shape, build tools can give you the shape. We start from this. This is the needle to get the holes. Now he show you how he's turning. スタイルオーダーサロンなんですけど、結構選べるものが増えましたよね。そうですね、2019年秋冬からは今の、選べるボタンにプラスしてちょっと、追加でスタイルオーダーの、専用のボタンを、作っていきたいと思います。やっぱりそのぐらい、なんていうんですか、付属も大事じゃないですか。そうですね、雰囲気変わりますもんね。はい、じゃあちょっと選びたいと思います。はい、ゴスティック、ゴスティック、マノーチュ、ノーノー、イエス、イエス、イエス、yeah, it's better. Better. Yeah. Nice. Sorry, which color you want? これでいいですね。ロウ、これ、ラウ、ロウ、ネロ。全部サイズがこう変わるじゃないですか。はい、それによってやっぱり文字の入れ方で全然変わるんですね。そうですね。あと今聞いてたら、この正面に彫ることもできるし、まあ、側面に彫ることも、横にもね、入れることもできるし。はい、お、煙が出てきます。ディアメトラルビーグ、ああ、もう掘られてますね。ああ、OK、 スタイルオーダーナイス。もうちょっとそうアウトでもいいですよね。ああ、これサイズ、いや、あ、今これでサイズを調整してるのかな。そうですね、どの位置にさらに外側によって掘るかどうかっていうところです。その調整を今してくれる。おー、ちょっと外側に掘ってもらいました今。ああ、こっちですね。ああ、絶対こっちの方がいいですね。はい、スタイルオーダーサロンの文字が内側にあるか、それから外側にあるかによって、やっぱ雰囲気違うんですね。writings, this is polyester, it's artificial, but polyester, when you engrave a button polyester, you get the writing tonsured tone. If you want,
to show you. The inside is another color. No, yeah. Brown, because it's a natural fiber, uh-huh. and when the laser is engraving, oh. burn. Oh. Okay, look. Oh. 焼いてるんだ。これで色がちょっと変わるんですね。そうですね。Thank you. Oh. 色がちょっと変わりましたね。これは本水牛で、焼いてるのか。次はハイボタンです、ね。これがプラスチック。はい。これが本水牛。本水牛。これがハイボタン。ハイボタンですね。はい、やっぱりそのマテリアルによって。ロゴの出方が違いますね。そうですね。色合いも違うし。焼いた時の見え方が変わるっていうね。おお。これは原料が骨のボタンになってる。あ、骨。はい。それぞれやっぱりロゴの見え方が変わる。はい。やっぱりこれだけ生地があると、それによって乗せるボタンで全然印象変わりますね。そうですね。この素材の選ぶ楽しさとともに、そこに合わせるボタンも、そうですよね、選ぶ時のこうカスタマイズの楽しさっていうのがあると思いますね。だって例えば割とダークトーンでいきなりボタン白入れちゃうと浮いちゃいますもんね、うん、そうですね、ちょっと浮いちゃいますね。これだけどこのぐらいちょっと木調で、しかも中に白が入ってたりすると、はいはい、この白が効いてくるんです ね、 そうですね。これがまたなんか面白いというか、これは合いますもんね。なんか白いご飯にはなんか海苔の佃煮とか、なんかパンにはいちごジャムとか、なんかそういう感じでなんかいろいろ楽しめるのが面白いですよね。そうですね。やっぱりこういう細かい部分にまでこだわれるのがやっぱりオーダーの楽しみじゃないですか。そうですね。やっぱだからスタイルオーダーサロンにもちろんね、形、生地大事なんですけど、ボタンもぜひこう一緒にね選びに来てほしいですね。そうですね、はい、まあ、シーズン変わって新しい素材を準備しているだけではなくて、はい、さらにこう今までプラスアルファで新しいボタンまで準備してますので、はい、そうですよね、ぜひカスタマイズを楽しんでいただければなと思います。はい、生地、シェイプ、はい、デザイン、そしてボタンの色、はい、形、大きさ、そうですね、やっぱりオーダーはそこまで楽しめるということです、はい、ぜひ皆さんスタイルオーダーサロンにボタンまできっちり選びに来てください。あ、戻ってきました。はい、戻ってきました。瞬間移動ですね、これね。はい、いかがだったですか。はい、まあ、ボタンでも、はい、面白いものが作れましたので、はい、スタイルオーダーサロンでのお客様のこうカスタマイズの楽しみっていうのを、うん、素材だけでなく、はい、ボタンまで含めて、はい、いい準備ができたと思います。そうですよね、はい、やっぱり洋服の神様はディテールに宿りますからね。そうですね、はい、ぜひ今年もスタイルオーダーサロンご期待いただければと思います。よろしくお願いします。いろいろありがとうございました。